じゃあ一番うざそうな芝居で。おじゃ、僕のそば、こちらでございます。どうぞ。は？やば。ほんまにやば。やばすぎる。ちょっと待ってくださいよ。お前、そばってワード忘れちゃった？何忘れちゃった？いただきます。もしかして？まさかのパターンか？まずいな。長かったな、出るまで。というわけでね、準備ができたので早速こちらのモンスター、お米の方に注いでいきたいと思います。いきます。よっ。え？は？え？え？え、モンスターって緑じゃないんだ。めちゃくちゃ気持ち悪い緑色のお米ができるっていう。はぁ、これ何、何この動画。これは想定外。どうします？なんか緑色のもんなんかないですか、これ。こんな都合よく緑色の、あどうしようこれ。はぁ、だる。これは何これ、絵の具じゃん。絵の具じゃん。じゃあ違う、そういう意味じゃなくて、いや食べ物の話。大丈夫、大丈夫。無理だって。いや、だってお米で、ね、お米これで炊くんですか。わからんか。わから、え。というわけで、無事、モンスターでご飯が炊けました。モンスター色にね、染まりました。ということで、こちらのエナジー満載のご飯を早速食べてみたいと思います。エナジーを吸収するぞ。いただきまーす。三牛のキャビアトリュフ添えでございます。マジっすか。えぇ、ー、マジっすか。マジそうか。泥水にかかってる。なんでなんで、なんで付け合わせのチェイサーもあるので。チェイサーって何。まずそう。でもこれ上のキャビア高級でじゃないですか。これこれ相当高級ですよ。一瓶2万ぐらい、2万ぐらいを半分ぐらいガバッといったんで。すげー。これ一口でいきますね。いただきます。食材だけ考えたら絶対うまいもんね。うわぁ。じゃあ、しばりさん、お見せください。はい、いただきます。こちらですね。おぉ、おぉ、絶対コラボタン怖いよ。なんでそこが固まってんの、それ。本当だ。なんでホイール固めたの。なんでホイールが皿で固まってんの。ホイールを取り除きます。さあ、おぉ、ないよ、ないよ。悪くないよ。悪くない。悪くないんだ。ちょっと待って。紐入ってんじゃん。これ紐ですよ。これタコ糸、タコ糸。ちなみにこれ何ですか。でっけえプルプルウィンナーかな。ああ。おアルトバイエルンとかの皮をこう切って縫おうと。縫おう。すごいな。縫って一枚のでかい皮にしようと思ったんですけど。すごい。本当に紐だ。あ、この黒いのも全部紐か。あ、紐です。紐。料理縫ってやるこれ。紐。すごいぞこれ。これを、これを持って。結構器用なことしてるぞ。大のちゃんとしてる。うわあ、怖え。怖えよ。皿置いていいんじゃない。皿置いちゃって。あ、おちゃおちゃ中身が。いけいけいけ。うわうわ。じゃあみんなでこれを食べましょう。でもゆめ、これさ、ちょっと見てみて。焦げてない。なんか焦げてる。こことか特に太陽の黒点みたいになってるよ。ブニャブニャだな。もうちょっと待つか。さすがにちょっと待って。石持ってくるから待って。早く、ま、さっきみたいな場所がまた崩れ、鉄がさっき石落としたの。出すだからもうあげていいと思うやん。そんな誰や。なんでかばん ちゃんと持って。持っとる。はやあれやん。熱いんだ。なんでだ。外側だろうか。そこ上澄みを飲んでみよう。ここら辺は味が美味しいんじゃないかな。こぐれなんで？やばい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 。この辺り？すごい。え、ありえない味がする。うわあ！これはやばい。ちょっと。いや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 。これダメだ。いや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 。すっごい。痛い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 。料理長お願いします。うるせえ。
ちらが前菜のマリネになります。おいしそう。あ、待って、うざいかもしれん。あ、食べてから気づけばよかった。うざいかもしれん。いただきます。はい、何のマリネ。マリネ、マリネ、マリネ。あれ、それって普通なんとかのマリネじゃなかったっけ。マリネ、マリネです。マリネです。うん、味の感想をお願いします。バカティッシュ、これバカティッシュ。トマトとティッシュのマリネじゃん、これ。じゃあ最後、うん、はい、この超可愛い羽根付き餃子。羽根付きだね、すごいね。いや、1枚だし羽根だって。うわー、魚がバーってすごい。嘘でしょこれ。おもろい、これ嘘でしょ。ちょげたね、やばいね。いただきます。うわー、ピザだよ。うおまあ、シシャモと、はい、はいはいはい、チーズと春巻きの皮で、問題はこれなんですけど、まあ普通に考えたらね、皆さんもう思うと思うんですよ、これが縛りだろうと。はい、これやばいの、商品だけじゃないの。これやばい、本当に餃子ではない。ただね、こいつはね、厄介なんだよ。こいつね、こういう寄せ方できるんですよね。さっきの1問目のせいで。いやいや、こうだろ、さすがに、さすがにこれは縛りであってほしい。正解。いやー、やるなこれは。いいやん、かっこいいやん。これめっちゃかっこいいやん、これ。サブチャンネルでーす。めちゃめちゃ科学じゃない。夕闇にいざなし漆黒のエンジェル見てないで。なんと、としみつさんに僕らの作った簡単男飯レシピ紹介のコーナー、じゃあ見ていただきましょう。いきますよ。はい、じゃあ3人で早速作りましょう。はい、はい、これ返しますか。で、いやーん、いやーん。あ、終わった。これはダメだ。知ってるぞ、このシーン。あー、ちょっと湿ってるんだね。汗もだいぶかきましたね。そうですね。詰めるな。じゃあ砂糖も入れていきましょう。やばい、へその奥の方にちょっと入り込んじゃってるな。うち流のきびだんごの完成なんでございます。一旦ここに置いとこう。すっごい持った。何してんの。おー、あー、リゾットってなんかぐちゃぐちゃじゃないですか。うん、なんかおかゆみたいな感じですよね。それを表現しなければならないということで、はい、今日は味見ですか。こんぐらい。あー、あ、もういい。気持ち悪いな。俺も気持ち悪いからな。いただきます。あ、食べて。いや、美味しいでございます。おー、美味しい。おー、これ気になるな。もう美味しい。でも美味しい、味非常に美味しいですね。という作り方でございました。こちら。ね、見た目はそういうことしなきゃいいんだよ。いやいや、今回見た目関係ない。見た目関係ないからといって、ね、見た目を怠っちゃダメなんですよ。バカだよね、パンをびちゃびちゃにさせちゃうやつって。パンなんですか。パンですよ。これどうやって食べるんですか。これはもう、でもこれこうやって生かせよ。持つとこうなっちゃう。あー、すごい、なんか深海が出てきた。うわ、すげー、あー、気持ち悪い。すごい。きた。肉じゃないやん、でもこれは。え、なんで、まだ、なんで、なんで、なんで、味分かってないよ、先入観。ちょっと待ってね。あ、もうダメだ、無理だこれ。ゾーンに入ったやー。もう無理だもん。何そのゾーンに入ったって。味はどうですか。味はですか、まずいですよ。